これやってみましょうか。最初のちょっとやってみましょう。同速難しいですよ。怪我はしないと思いますけど、まあ自分でできるかどうか怪我しないというところは。頭に切って。気をつけて。足から上げる方がいいですよ。最初は足から上げる方がいいです。そうそうそう、いいですね、ケイタさん。上げて、そうそう。で、できるだけこう戻すと。そうそう、これもすごいからね、反対。できた？多分ね、苦手な方、苦手じゃない方あると思うんで、自分で感じながらやってください。感じながら、そう、意外と難しいよね。そう、どうしてもちょっときつかったら手を少し外側にやってもいいですよ。多分なんとなく自分で分かると思いますけど、ただ自分のできるギリギリを目指していくことですね。できるだけ耳の横に手を上げる、肩の運動でもあるよ。そうす、足上げすぎないようにね、成長する。 OK、 じゃあ一回見てください。結構きついですか？結構難しいよね。まあ厳密にただこの完全な状態のままこう上げられるわけないじゃないですか、物理法則に反して。なので、もちろんちょっとずらしていいですよ。まずは多分ね、スライドからやった方がいいです。わかる。体スライドして、で、できるだけこう骨盤、体開かないように手を上げたいんだけど、でもどうしても開いちゃうじゃないですか、こうやって。開いたやつを、ちょっと、ぐーっと戻していく。で、こう、これできますよって言って、これ、もうこれはこれで難しいけど、これできてもしょうがないじゃないですか。でも、こうできないのをこうやってもしょうがないじゃないですか。10秒できるかできないところを、自分で攻めて、でこれ、できる自分がどのくらいできていくかっていうのを開発することに意味があるんで、そこをギリギリを目指してこう向いて向き直していくっていうのをちょっとチャレンジしてみてください。はい、もう一回上げる。で、ケイタさんは指導しよう。ケイタさんは見てば見てあげて。あ、そっち。そうそう、直す、アジャストしてあげてください。足から、そう、全然無理な状態でやらなくていいよ。もうスライドして手も広げてズルしていいんで、10秒ぐらいできるかできないかぐらいのところで。そうそうそう、そのままサントリーさん、いいですね、いいですね、上手ですね。そうそうそう、おお、成長すごいな。素晴らしい、すごいね、身体能力が羨ましい。すごい。苦手な方をやりたいですよね。人と比べない、でも自分とは比べていい。むしろ左右で自分と比べて、どっちかっていうとどっちかがうまくできるっていうよりかは左右が揃ってることの方が大事ですからね。そうそう、 OK です。いいね、首長く、肩は上げないよ。そうそうそう、おー、田辺さん、いいね、素晴らしい。いいね、もうちょっと10秒以上っていうか、いいね。 OK、 OK、 いいでしょう、素晴らしい。いいね、膝痛いですよ、ごめんなさい。膝痛いですよね、ごめんなさい。で、膝痛くないやつやりましょうか。まあちょっとクランチいきましょう。よいしょ。これは痛いぐらいを目指してなんですが、よいしょ。もう一回見てね、いわゆる腹筋運動でクランチっていうのは腹直筋だけをアイソレーションしてこう丸々って動きなんですね。ここまでぐーっと立ち上がろうとしなくていいです。これはまた別のトレーニングなので、一回息を吐いて骨盤を後傾します。骨盤後傾ってこういう動きでちょっと難しいかもしれないですが、ここのアーチがあって誰でも背中が浮いてるんですけど、これを息を吐きながら潰しにかかるって感じです。で、この潰しにかかる腰の、圧は強ければ強いほどよくて、痛いぐらいを目指してください。押して、そしたら自然とですね、こっちも反力で上がってくるし、恥骨ですね、恥骨が上がってくるし、自分の運転の上半身の方もこっちを押してロックしてるわけですから、上がりたいってなってきます。そうなってきたところで一旦これでキープでちょっと皆さんやってみましょう。腹筋のトレーニングの、スタビライゼーションですね、アイソメトリックに。まずこの形が作れるかどうか、息を吐きながら骨盤後傾して背中で床を押す。そうそうそう、いいね。で、吐きながら肩甲骨が浮かるとこまで浮かして、手は床につけたままです。手のひらは、そう、いいですね。そう、その時にお腹に収縮が入るの分かりますか？分かった人はちょっとリラックスしてください。じゃあ、皆さん大丈夫ですね、皆さん大丈夫ですね。うん、そう、
これが運動の時に大事になります。ケイタさんこの前話しましたが、運動のコツは骨を意識する。そう、運動のコツっていうのはコツなんですね。骨を意識することです。みんな筋肉フォーカスやっちゃうんですけど、そうするとどんどん運動が下手になります。運動が上手な人は誰も筋肉を意識して動いてなんていないです。骨しか動くことを意識しないです。接地点、反力をもらうところを意識する。ここで言うと上半身の体屈曲なんで、体幹の屈曲なんで、俺も腰椎3番なんですけど、腰椎3番ってわからないと思いますんで、腰骨の後ろの方で押す、押して結果体が丸まって上がってしまうっていうのを作り出すっていうのがクランツです。で、その後はちょっと見てください。その後ここまで言ったじゃないですか。この後はより息を強く吐いて、より曲がろうとします。上がろうとするんじゃなくて曲がろうとして地面を目に見に行きます。顎をぐーっと引いて50顎、60顎、10顎、10顎を作って、手のひらは床についたまま息を吐いて、かかとの方にスライドです。大掃除、床の大掃除で雑巾掛けしてるイメージ。息を吐きながらふぅ、っていう感じで10回繰り返してみてください。そうです、そうです。必ず男性は膝を閉じながらやりましょうか。息を吐いて、はい、また閉じながら、そうで、ゆっくりの席、そこまで下りないです。ここまでです。ここまで、ここまで、はい、これで繰り返す。足浮かない、手浮かない、そういいね。膝閉じながら、呼吸に合わせて上がりながら膝閉じたいって感じ。膝自分でぶっ壊せるんじゃないかってつもりで、男性は特に開いていっていきたいって感じ。そう、顎を引いて、自分のもうへそが見えないぐらいよ。自分の胸の骨、胸骨を上向かないで、ずっと下に、そう、いい。思いっきり息を吐く。OK、いいでしょう。そういう感じ、クランチ。使えてるか分かりますかね。ケイタさん、多分この中で一番筋力強くて鍛えてると思うんですが、今やってきつかったですか。はい。あ、じゃあきつくないって言ってほしかった。まあ。温まるぐらい。でもね、本当はきつくないとおかしいです。もうプロアスリートでも5回できついぐらいでやる。それが大事。もうだらだらやるときついじゃないですか。はい、じゃなくて、もう息を全力で吐いて、呼吸、もう酸素ない状態であるんですね、僕は。で、本当になくなる、ドローインしながら。で、これ吸って肩甲骨つくかつかないかで、ってやったら、5回ぐらいきついと思うんで、そういうつもりでやってみてください。はい。うわ。はい、おー、いいね、さすがドローインと強いね。手伸ばしてみたいな。で、股関節の内転も一緒にしてみましょう。せーの。おー、熱い。スクリーン吐きながら肩甲骨つけないですよ。そうもう一回、せーの、OK、強いね、めちゃくちゃ強い、素晴らしい。おー、OK。 分かると思うんですけど、この内転動作、女性もそうなんですけど、男性特に大事で、ぐーっと内転締めて、これ、クワッと繋がってるんで、息吐いて、また閉じられると、より辛くなります。これっていうのを、思考を変えて、2人1組でやってみましょう。お互いぐっと。吐くと同時に、ぐーっと開こうと、抵抗をかけながら、女性で、男性でいきましょうか。うわ、これを辛い。じゃあ、逆に。まあ、こうしようとするなら、私はこの。はい、まあ、5回です。5回で限界を目指して。はい、行きます、どうぞ。せーの。ちょっと、このちょっときついかなぐらいコントロールしてやってください。はい、どうぞ。今の死んじゃう。そう、
けーもうつつるつるあったーいしそうチェンジペアチェンジ壊されそういけたいけた私はもう胸が痛いわ昨日あとやつは響きじゃねって俺弱いかもしんないね全然そう壊さないよね壊さないでね釣らないでね一緒にこの人は戦力ですこの人は戦力ですまだ行くよ弱い超強いめっちゃ強いね超強いけどさいいねいいね吐いて吐いて自分に向かって吐くんだよ臭い息は相手に向けない自分に向かって吐くぐらい首を回すそう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 めっちゃ強い。OK、OK、OK。じゃあ、ケンタさん、頑張っていただいて。みんなで全力で回していきましょう。これはアトラクションです。ケンタさんは開けられるかっていう。絶対無理やってる。信じられない。一人ずつ開けてください。これはこっちはこういう運動だから。信じられないいきますよはい、せーのめっちゃ強い結構すごいはい、オッケー、いいでしょうはい、女性のどうぞ死ぬ選手が勝ちだったはい、せーのおー頭がすごいはい、オッケーっていうアトラクションですはい、いいねオッケー、いいでしょうはい、質問にもなんかさっきの、その、つま先で普段の立ち姿もこうあるべきいや、そんなことはないと思います普通は少し外旋してるものですあ、OK、分かりましたただ、僕もそうなんですけど腸系靭帯とか大腿筋膜張筋張ってより外旋 しすぎてる人の方がほとんどなんですね、どうだろう、皆さん立ってみて普通に楽園さんは立とうとするとちょっと外旋って外向きになってるんですが多分ちょっと強いかなっていう女性でどうですか、まあ、女性も多分そうかな、じゃあ完全につま先前向けて閉じてみてくださいそう僕とか超張っててこうねいわゆる O 脚になってるんですが、皆さんどうですか、僕も O 脚ですそうねそうねあの鍛えてる割にすごいね素晴らしいですね圭太さんね、さすがさすがそう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 、男性でねまあ一般論で言うと男性はまあどうしても大臀筋の張力だと内臀筋の弱化によって外旋してきますまあ同じ理由なんですけど女性はもともと骨盤広くて内向きについていて内臀筋の弱化によって、内に向いてきます同じくみんな立ってなくて座って楽になってるからこそ、足のコンディショニング悪くなってくるんですけど男性はそれが外向きになっている女性は基本内側に向く、こう内旋気味になってくる人の方が多いです、まあ年取ると女性の方が外旋したりするんですけどね今度は内転筋の弱化が強すぎてなので基本発内転するっていう動きは大事他の動きと連動して、やるクランチでもヒップリフトでも、ま、膝を閉じれる運動では基本膝閉じてやった方がいいと思っても大丈夫ですよヒップリフトできますまあでもカップはね素晴らしい他は、ペルビックディクリネーションしてあご引いて、クランチしなくていいよああペルビックディクリネーションだけやって膝を抜けるそうそうで足は開いちゃって膝は内側でボールどこ行ったかボールあったんだよねでこれではいじゃあ開きながらヒップリフトそう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 で自分の腹筋で下ろして脱力じゃなくて腹筋で地面蹴って自分の腹筋で下ろしていくそうそう腹直筋入れたまんまよ入れたまんまそう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 でで女性は逆にソウルトゥーソウルで、そうそうそう、ハムスとかね。たまごさん、今の運動やってみて。足じゃあ普通に閉じてまっすぐ行こうか。でさっきのクランチの最初の動きね、骨盤で後傾で押すっていうのやってください。押す。背中のスペースで床を押すっていう。そうそう。
そのまんま、お腹力入れて、入れるとさ、こう上がらないように制御できるじゃないですか。上がりたくないんだけど、地面を蹴って押し上げていってください。そう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 、もう上手ね、めちゃくちゃ上手ね。そうそう、上げたくない、全然上がってないじゃないですか。そうそう、こんくらいのつもりで腹筋締めて上げない。こんな感じから入れていけば上がらない。でももっとそれでも上げていくつもりでグーやってきて。そう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 。うん、そうそう、で今度そう、お腹に力入れて下ろしていく。そう。っていうのをソウルトゥーソウルでやります。足の裏合わせてガニ股でやってみてください。足の裏合わせて、そう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 。うん、これでやってみる。同じようにやってみて。上げようとするとこれまた閉じてくるんで、また閉じも絶対開いてあげるってつもりで外旋させながらやる。そうで、ゆっくり下ろして、そうそう。はい、もう一度膝を開きながらやってそう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 で、ゆっくり下ろす。これ2パターン皆さんやってみてください。太ももが痛い ここでハムストリングスを取られてトレーニングなんで、はい、想定より痛い。そうそう、足を離して膝は曲げる。女性は足の裏はすべて、ああ、そう、どっちもくっついた完全に、うん、で、上げるの、うん、お尻を腹筋で下に押さえながら、こういうこと、なんでお尻を上げないようにしながら、どうだ。そうそう、まあ自分でもできるよね、人に押さえるってもらわなくても。自分でまた膝開かない、蹴れば蹴るほど膝開こうとしてくるはずなので、やると。でも弾力があった方がトレーニングとしては、筋肉は男性で動いてるんで、円もゆかりもあるボールで弾性があるものでやった方がいいっすよね。で挟んでやってみて、挟みながら息吐きます。そう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 、弾力があった方がね、弾力。そうそうそう、オッケーオッケー。今度開背して、膝を開いてやってみましょう。この場所がない。渡辺さんは内転筋のストレッチをした方がいいね。そうですね、素材のせい、素材のあれかもしれない。あ、素材のせい、あ、伸びないっていう。あ、そうだね、もうちょっといけそうね。そうだね。はい、そのまんま押し上げをすると膝閉じてくるでしょ。それを開きながら、やばいやばい、やばい、やばい、背中丸い状態絶対やる、反らないよ。そうそう、それで、そうそう、本当結構釣りそう、それやれば、釣りそう、難しい、うん、そう、これ自分で上げて上がんない、上がんない、そう、ちょっとあんま上がんないよね上がんない上げながら、そうそうそう、はい、OK、休憩、使った方がいいじゃないですか。ただね、手は硬いとこついた方がいいです。手柔らかいとこついても背屈角度上がっちゃって手首痛めますんで、硬いとこついてるんです。こういう形ですね。で、先ほどのウォールポーズでやってみてください。で、ダイアゴナルの判断の2でいいです。そうで、やっぱり見るポイントね、肩から母子球までがまっすぐ、肩から母子球だんだんもうちょっと開いてもいいかもしれないね。で、そう、足はまあリラックスでいいよ。フレックス、あ、いや、フレックスでいいかな、それでいいよ。横から見ても、こっちから見ても、垂直かなっていうのを自分でして素晴らしいですね。レッグエクステンション。そう。ハンズアップ。左。そうね。で、そう。手のひらこっちも上げやすいと思うんで、外旋の下、そう。指くっつけて、首長く、首ですね。ここで押すつもりっていうの。つま先から頭のてっぺんまでがもうちょっと屈曲して、長くなる。そうね。こっちは足首リラックスでいいよ。手屈しなくていいよ。そう、もちろん背屈してる、そう、はい、そう。で、これ一応ね、コアスタビライゼーション、体幹の安定化トレーニングなんですけど、スタビライゼーション、安定化って何かって、これアホみたいにずっとじっとしてることじゃないですよ。不安定の中で安定に保とうとするっていうのがトレーニングなんで、もうあの人生を無駄にしないでください。何か不安定要素がある中でやる。
ていうのがすごい大事。この中で耐えてね、この中で耐えて、そうそうそう、だからいきなり話してもそうならないように、骨盤がスライドしないように耐えてねって、まあ、あんまりやりすぎても変な外の力使っちゃうんで、軽くバランスボールで軽く揺すってあげるだけでも違うかもしれないし、いいね、いいね、いいねっていうふうに、まあそのパートナーがいればやってあげると、コアスタビライゼーションとしてはいいから。でもみんなね、プランクでこれ前とかこういうのやってるんですけど、皆さん忘れがちなのはリバースね。リバースも超大事だからね。要は皆さんが知ってる体幹トレーニングを全部リバースでやることも覚えておいてください。フロントエルボーブリッジだと、まあサイドはやってる人やってるかな、サイド。で、リバースすごい大事。肩甲骨を内転させて、グッと。やってみましょうか。肩から今度は肘が垂直です。なので僕も肩関節硬いですが、男性特にグーッと思いっきり後ろに引っ張って、そうぐらいがちょうどいいです。なんでこれで膝を引っ張る？これは結構強度強いです。女性だときついかも。何も起きない。そして何も起きない。つま先、この時はつま先を伸ばす。つま先を伸ばしてもう床を床に帽子につけたいぐらい。そうそうそう。胸張って。そう、ここで押して押して、本当に胸押して押して。そうそうそう、顎上げないよ。本当にあの滑りすぎだよ。そうそうそう、そういう感じで、ケイタさん強いからレッグエクステンション話し上げて、そうそう、ケイタさんとは強いから自分も上がんないんだけど、そうそうそう、いいね。でもマジでこれできない。そうなんでできない。そう、上げれる人は足上げて、あんた、あそう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 、顔面星みたいな、運動神経。そうそう、オッケー、いいね。そう、これリバースローブリ、全然胸が動かないの分かるでしょ。しっかり伸ばしていくっていう意味でもすごいよね。どうしても前側に人間って変異していく。そう、女性はきつすぎるんで、そしたらどうしたらいいかというと、リグレッションはどうしたらいい、軽減法としては。軽減法、足を手前に。そう、手前ってことは膝を曲げたりすればいいよね。あ、ちょっと危なかった。やっと危なかった。膝を曲げたりしたら、これも全然楽だから。これやれる方が理想だけどね。でも女性最初はきついね。そう、肩硬いとあるもある。肩の柔軟性っていう意味でも、ストレッチ、きついストレッチで捉えてもいいよね。オールポーズの逆、リバーステーブルポーズやってみましょう。反対側で、すねが床と垂直、肩から腕が垂直、これ、この状態。これリバース、まあ、リバースオールポーズね。そうそうそう、この状態、すねが垂直、腕が垂直、お尻も、これ、フラット、フラットなのね。そう、素晴らしい、ケース。そう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 、やばい。そう、また閉じてやってみよう。そうそうそう。そう、じゃあ、ハンドアンドソウル、ハンドアンドフット、肩、膝、伸ばしてみましょう。そう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 。そうそう、いける人、ダイヤモンドの反対側の腕を天井に万歳です。無理だ。逆逆逆、それ難しすぎる。そう、これできるはず、ケイタさん。そうそう、これ綺麗に、これできる。そう、さすが。さすが、さすが、素晴らしいね。本当はすね、もうちょっとついてるのがいいね。そうそうそう、これ忘れがちなんで、皆さんぜひやってみてください。リバース大事。手首を適当にほぐしましょう。手首をほぐします。リストコンチェン、リストシェイク、リスト縦振りと横振りやってくださいね。で、リストサークルですね。リストサークルはこっち回しと反対回しもやりましょう。で、それだけじゃなくて反対組もやりましょうね。反対組もやって、そう、そうしないと癖が抜けないので4パターンってことで、ちょっと引っ張ったりもしましょう。横からやって引っ張る。よいしょ。OK! よし、こんなところで、ボディアイドしたらスクワット、ランチやって、サブライゼーションやって、十分でしょう。OK! よし、ではランニングする？ここから温泉になります。イエーイ。おお温泉タオルって書いてます。タオル朝終わってみます。温泉だよ、タオル。いや、ランニングはいい。まあ、希望者とあれで分けてもいいんだけど、まあ、ランニング普通に電車で行きますか。ランニングしたいって人います？ヘッドさんしたい。はい、じゃあどんぐらい距離あるんですか。
5キロぐらい。あ、無理です。あ、上りだけ。どちら歩いて、登り、歩いて、それは無理。登りは無理。登りやったらそこの、あれの傾斜そんな大したあれじゃないけど、5キロぐらい。まあ、じゃあ、でもそんなって行く必要もないし、走りたい人は走りましょうか。フィットネスキャンプではあるんで、一応電車だと